当たり前のこと言ってしまったちょっと今日はあのタイマーはつけていないんですけど ipad をそばに置いているのでしっかり時計を見ながらやりたいと思います <laughs>、はあぶない元気が足りませんそれはもうねはるかルームでぜひ元気100%にねしていただけたらなって思います 元気があればででもできるその通りですよ <laughs>。元気が一番ですもんね。今日は何するの今日は、まあ、ゆるゆる配信しようと思ってるんですけど教えてはるちゃんもちょっと溜まってきてるのでまたやろうと思います。メームシ MC のはるちゃんだ。恥ずかしいお恥ずかしいですそんな。 昨日ね、そう生誕祭でさせていただいて MC をびっくりしたでもねあのブログのコメントに Twitter、まあ、とかもなんですけど「はるちゃん上手にできてたよ」とかめちゃめちゃ皆さんがね <laughs> 優しくて甘やかしてくださってて <laughs> 本当にありがとうございますもっともっとね MC もこう勉強して。 これからはなんか何て言うの、まあ、MC の方がまだ自分らしさが出るのかなって思うのでちょっと頑張りたいと思いますこれからもグッジョブありがとうみんな優しかった昨日いつもなんですけど <laughs> MC はあーノンが選んだのかないや多分そこはスタッフさんかなマネージャーさんなのかなだと思うんですけど 声が聞きやすいよえー、それめっちゃね何人かの方が書いてくださってて嬉しかったそんなまあ、でもまだまだだったのでねちょっと頑張ります定野遥か MC への道も頑張ります <laughs> あの推しの人からも「はるちゃんの MC 良かったありがとう」と言ってましたえー、ありがたい なんかねそうツイッターにもアーノンちゃんファンの方とかが「なんかはるちゃんありがとう」とか書いてくださってたり「なんか良かった」って言ってくださってるの見てなんかすごいホッとしたやっぱさそのまあアーノンちゃん本人はもちろんやけどその推しのファンの方ファンの方にとってもやっぱりこうね「良かった」って思ってもらえる生誕祭じゃないとね。 やっぱダメじゃないですかだからもうどうやどうかなと思ってあのさんファンの方どう思ってるかなとか思ってたらそんなん言ってくださる方もいたからめっちゃ嬉しいすごく分かりやすかったよとか嬉しい「あのママのお手紙代読よかった」おー「おおありがとう嬉しい」 なんかねお手紙代読はなんか研究生講演の時に何回かさせてもらったことあるんですよ何回かまりんちゃんのパパとか <laughs> ねっ何人かの代読させてもらったことあるからあれなんですけどでもその時にこう注意されたこととかを意識しながらやってみたつもりではあります <laughs> MC の道どの辺強化したいんまだまだこうなんていうんやろうまあ昨日とかやったら時間を見ながらだったりあとはこうやっぱり自分なんていうんやろう MC ってさ自分 がまあ進行はするけど自分が目立つんじゃなくてその目立たせないといけない人がいるわけじゃないですか昨日だったら主役があのんちゃんだからあのんちゃんをこうねこう目,立目立たせても目立ってるんですけど可愛いから <laughs> 目立ってるんですけどよりこうねなんか主役感を出せるかっていうのが MC ってやっぱ大事だなって思うのでやっぱそこをもっともっと。 していかないとなぁと思ったしあとはこう今はあんまりねなんかなんていうんやろやったことがないんですよ本当に mc 普段はるかって mc を支える立ち位置みたいなことが多かったんですねそうそう主役をね立てるのがねそうお仕事だもんね mc そうだからなんか mc を支える人みたいな感じが多かったから なななかなか mc したことなくてだからすごい全然もう何もわからへんまま昨日させてもらってたからなんか時間をねすごい気にしてたりなんか段取りになってしまってたところもあるのでそれはちょっとねこれからのはるかにとってのこうまあ何て言うんですか強化していくポイントなのかなとは思いました。 昨日一回させてもらってスタッフさんの期待だねえー、そうだと嬉しいですね <laughs> そうだと嬉しい <laughs> そう昨日ははるちゃんも可愛かったけどあのんちゃんも可愛かったなええー、可愛いけど <laughs> 可愛いいけどはるかが一番じゃないのプンプン か <laughs> 可愛かったよめっちゃもう内心めちゃめちゃもうキュンと来てましたよあのんちゃんに可愛いまさかツインすると思わんくてびっくりした似合ってた良き経験いやほんまに良き経験させてもらいましたそこは譲らない譲らないそこは譲れないですよ今ここにね 来てくださってる方はねもうはるかが一番って思ってくださってますよね <laughs> 初見ですあカフェオレさんやんありがとう twitter でよくリプしてくださって嬉しいですよ行ってみようかなって書いてくれてたもんねわーいありがとう もちろん <laughs> もちろんです間違いないよ当たり前やでドキっておおっとおっとおっとか言わせた感ちょっとありますけれども <laughs> 嬉しいです待ってちょっと気分でなんとなくテロップ書いてみるな <laughs> えそういえばさショールームのさ 写真変わってるよな違う間違ってるはるか変わってるよな変わったよなやっとですよやっとはるちゃんに一目惚れですうそしい <laughs> なかなか一目惚れって言ってくださる方いないですよ <laughs> 変わったよなあ変わったよな合ってたよかった今のやつなってるなあ少し前から変わってんの知らんかったちょっとこれは反省やってないですねはるかが最近ショールームね最近そうショールームの時間にね間に合わないんですよね <laughs> うんほんまに。 良かった今日できて最近はるちゃんの釣りが嬉しいですえ釣ってないよ <laughs> なんかさよくよくよくはないよくじゃないけど <laughs> たまに言っていただくんですけど嬉しい嬉しい嬉しいなんかなんか自分ではそう思ってないんですけど びっくり <laughs> はるちゃんはハハハえハハハなハハ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 えみんなゆ言,言ってくる <laughs> 言ってくるとか言って。ええー、そんなことないよ。 はるかはただただ思ったことを口に出してるだけですよ最近か前まではなかなかこう自分の思ってることとか言われへんかったじゃないですか、まあ、今も100%言えてないけど <laughs>、ね、ち,ょっとちょっと遠慮しがちな部分もあるんですけどでもやっぱり声に出さないと言葉にしないとなと思って思ったことを言ってるだけですよ。 2年前から釣り師嘘2年前加入したての頃からってことちょっと身に覚えがないな <laughs> 身に覚えがな,いなさすぎてちょっとちょっとあかんですね <laughs> そこが可愛いよとか言ってくれて優しい <laughs> じゃあちょっと。 教えてはるちゃんいきますねまたちょっとたまり気味なので <laughs> 11月の15日から18日の分までちょっと今あるんですけど手元にねやっていきたいと思います「<laughs> 供述する定野はるかさん」とか書かれて <laughs> はるちゃんのパフォーマンスが好き嬉しいありがとう。早くパフォーマンスしたいな。お待っててくれた教えてはるちゃん。嬉しいな。じゃあ初めての方とかもねいらっしゃるかもしれないのです一応説明させてもらうと,、えっと教えてはるちゃんって言って、えっと、勝手に企画を作っててショールームとブログを連動させた企画なんですけど。 ブログのコメントに「ハッシュタグ教えてはるちゃん」って書いていただいてはるかに対するなんか聞きたいことだったり質問を書いていただきますコメントにブログのねでそれをはるかがこうちょっとたまっ,たまってというか集まってきたらショールームでお答えさせていただくっていうコーナーになってます勝手に作ってる企画です <laughs> はいなのでね 早速行きたいと思いますまず一つ目、えー、パパナキさんからいただきましたありがとうございます宇佐市の食事タイムは佐田の家と一緒のタイミングですかこれはもう時と場合によります宇佐市が食べたい時間にご飯をあげるのであちなみに宇佐市ってペットのワンちゃんなんですけど女の子なんですけど <laughs> 宇佐市っていうお名前です うさしが食べたい時に食べさせるのでお腹空いてたら一緒のタイミングで食べるしその時にお腹空いてなかったら置いとくよぐらいの感じですなかなかね小食なんですよねうさし小食めちゃめちゃはい続いて2つ目いきます、えー、こちらもパパナきさんから頂きましたありがとうございますうん 3回食べるのえー、それも日によるかな本当に食べない時は全然食べへんしめっちゃ食べる時は食べるんですよね今近くにいないんですよ今お部屋に違うお部屋にいますはいじゃあ続いて2つ目、えー、はるちゃんの「最高に長かったお風呂は何時間ですか?」これはは最高に長かったっったていうのはちょっと わかんんないんですけどほぼほぼ毎日1時間は必ず入ってますなんかね本当にね長いんですよね長い湯船に浸かる派なのでその時間が長いその間に動画とか見たりあと SNS のコメントブログのコメントとかもチェックしたりするからめっちゃ長いんですよね長いで有名ですよね多分ファンの方の <laughs> 間だと。 うんかな前はねなんか半身浴とかしてたからもうちょっと履いてた時とかもあったけど最近はなんか半身浴っていうよりかは SNS チェックになっちゃったかな長い長いかマリンちゃんと逆タイプあマリンちゃん朝風呂派じゃない朝シャンっていうのかなはるか朝シャンしないんですよね全然な 本当にあんましたことないかも何か何があっても夜入ってお風呂に寝る寝たいタイプです何分湯船に入るのえー、でもそのうち45分間ぐらいはずっと湯船に,おる <laughs> 本当に何もせずにだからあとの15分ぐらいで全部終わらせます髪洗ったり。 本当にね45分間ぐらいずっとひたすら湯船に使ってます、はい、<laughs> じゃあ続いて3つ目、えー、関さんからいただきまましたありがとうございますはるちゃんはスターバックスのディザーブコーヒーっていう存在は知ってますかもし知ってたら飲んだり飲んでみたいなと思ったことはあるかな これね知らなかったんですよだからちょっとさっきググってみてんでもググってみたけどちょっと難しくてはるかにはこれは何なんか厳選されたコーヒー豆なのかななんか難しくてでもなんかすごい気になりましたこれを機にだからほんとねこういうのなんか皆さんにいろいろ教えていただいて気になることばっかりお高いやつなん そうなんやえー全然知らんかった存在すら知らんかったスタバあんなに好きで行ってるのに <laughs> 今度ちょっと見てみようかちょっとお高いのなんでねちょっとちょっと奮発してあほんまに美味しいのえーそんな気になるな知らんね聞いたことないねすごいねよくこんなん知ってるな すごいちょっと今度気になりますね5店舗くらいしかやってないえー、ちょっと探してみます <laughs> ありがとうはいじゃあ続いて、えー、ホリーさんから頂きましたありがとうございますうさしを散歩に連れ出した時他の散歩してる犬や歩いてる人に吠えたりするこれは人にはしないですねうさし。 時とと場合によっては吠えることがありますなんかね自分よりね大きい犬にね吠えるんですよ <laughs> 絶対勝ち目ないやろみたいな <laughs> 吠えるって言ってもなんか「うーみたいな <laughs>「うーわっ」とか言ってなんか可愛い吠えですかねなんかもう「うわん」とかじゃなくて「わ、うんわ、うんみたいな感じなんですよね。 でっかい犬に吠えてるただ人間には吠えない人間には吠えないんですよ自分のこと人間だと思ってんのかなわかんない <laughs> マウント取ってるんかなそううなる感じそうそうはるちゃん守ろうとしてるそういうことそれは可愛いな <laughs> それは可愛いなそんな感じかな はいじゃあ続いてええー、ゆっくりお風呂で疲れを癒すはるちゃんこれまでに温泉旅行や銭湯に行った思い出とかありますかこれは1回だけ18年間生きてきた中で1回だけ温泉には行ったことありますでも何歳ぐらいの時だろうあれ もう本当に覚えてないレベルの時ちっちゃいで,でも小学生ぐらいなのかな1回だけ行ったことあるんですけどママが苦手なのでそれ以来行く機会もないしなんかはるかも結構お家のお風呂で1人でゆっくり浸かるのが好きだからあんまりないんですよねでもその小学生の1回だけ 行った時になんだっけなんだっけあれサウナ <laughs> サウナに初めて入ったんですよそれが今でも覚えてるかもなんか記憶に残ってるいまだにそのなんか風景まで覚えてるかも思い出せます鮮明に覚えてるなんでか分からへんけど 懐かしいですね <laughs> そんな感じかなはいじゃあ続いて続いていきますえー、これかシムさんからいただきましたありがとうございますえー、どっち派つながりで春ちゃんは好きなものは先に食べる派最後までとっとく派自分は好きなもの食べたん 自分は好きなものを食べた満足感で終わりたいから、最後まで取っとく派です。うーん、確かにこれ結構別れそう。どっち派か、好きなものを先に食べる派か、後で食べる派、残しておく派か、めっちゃ別れそうなんやけど、<laughs> はるかは最後から2番目に食べる派です。 どっち、実はどっちでもないっていう最後から2番目なんですよそう昔はもうそのね好きなちっちゃい時は好きなもの食べたい欲しかなかったから <laughs> もう何よりも先に食べてたんですけど最近はもう最後から2番目ですこだわりきた <laughs>「ちゃうねんちゃうねん聞いてこれはな理由があるんです」 こだわりなわけじゃなくて本当は最後に食べたいんです本当は最後に食べたいねんけどお味噌汁が熱すぎて飲めないんです <laughs> だからお味噌汁がもうねあの絶対に最後になっちゃうんですよもうあのそうどっち選択肢がないってやつですか そうなのえそういうかわいくないよ猫舌がひどいんです本当にもうなんとかしてほしいこれちょっとなんかちょっと投票してみようかな面白そうやからじゃあ投票してみますねこれ <laughs> 好きな食べ物は最初に先に食べる派が1ね。 先に食べる派の人が一で、最後に残しとく派の方が方が二で、はるかみたいにちょっと訳あり <laughs> こうしたいねんけどこうなんですみたいなのが三ちょっとやってみようはい、投票スタートーじゃんじゃんちゃかちゃかちゃんじゃん,ゃんじゃあれ、今鳴ってるおっ、鳴ってる一が 最初に食べる2が最後3がちょっといろいろありましてちょっと違うんですみたいな <laughs> じゃんじゃャンジャンチュカチュカチュンジおー全然分からんでも意外と3いるよ意外といるんじゃないそれでは投票終了カンカンカンお二 2! やっぱ最後かやっぱ最後なんですね あでも見て3番が 2, 2番目に多いよ。えちょっと逆にちょっとなんか聞きたいはるかと一緒なのか <laughs> なんか違う理由があってのちょっとどちらでもないなのかめっちゃ気になるこれもしあの3に投票された方是非今日のブログのコメントに書いてください <laughs>。 知りたいはるかと一緒なんかなそれかなんか途中で挟みたいっていう理由があるのかなあこだわってないのかもあー逆にねあー確かにそれもありえるな時と場合によるとかそういうことかなかなか面白いなこれやっぱどっち派って面白いねいろんなね考えがあるから。 はいということで <laughs> 話膨らみましたが、はい、私は最後から2番目に好きなものを食べますはいありがとうございます投票もありがとうございました皆さん <laughs> はいじゃあ続いて、えー、パパナキさんから頂きましたありがとうございます、えー、はるちゃんは食わず嫌いなものってありますか食べたい食べたい <laughs> 何今の発音食べたいけど <laughs> やばい食べたいけど食べる勇気がないものとかこれはうん結構多分あると思うんですね。っていうのがママが苦手なものは食べたことないんですよ食わず嫌いっていうか食べたことないんのねだからあのなんかなカキフライ フライがママが昔大好きだったんだけどちょっと食べ過ぎてあんま好きじゃなくなったらしくてそれがあるから全然お家でしなくてそれでフライはついこの最近初めて食べましたねははるかは全然美味しいってなったけどママはちょっと食べ過ぎちゃって大好きすぎてちょっと苦手になっちゃった。 そういうのあるけどさだからママが苦手なものは基本的にはあのだの家出ないので <laughs> だからママが苦手なものは食べたことないですねうん分かんないなただ昔ちっちゃい時に大好きすぎてもうめちゃめちゃ食べすぎてなんかもう今はいいって感じらしいです じゃあ続いて、えー、とくちゃんから頂きましたありがとうございます、えー、いろいろダンスができるはるちゃん韓国アイドルのダンスとかも研究してたり真似したりすることありますかこれは結構、まあ、研究っていうより韓国アイドルさんの踊りが好きなんですよ振り付けもそうやし踊り方も結構好きなので結構見ますね今は まあいつも言うんですけどイッチさんたちとか、うんあとはブラックピンクさんとかまあニジュさんも見るけど、特にダンスが好きなのはその二つで、そう結構レッスン動画とかめちゃめちゃ見ます。ただなんかなんていうんやろ、なんなんていう日本のアイドルと。 若干若干と結構ダンスの種類違うじゃないですか韓国のアイドルの方って種類がだからあんまりこうなんか真似っていう真似はないんですけどただレッスンとかリハーサルの時とかは意識して <laughs> なんか韓国アイドルっぽいレッスン着で行きます <laughs> なんか気持ちは韓国の アイドルですみたいな <laughs> 感じです <laughs> ちょっとね形から入るタイプの人間なのでそうお恥ずかしいんですがはいリハ,リハギはそんな感じです <laughs> 韓国アイドルを意識してますスタイルいいよねー憧れですよ本当にそう かなおへそ出したりあそんな感じかなまあめっちゃがっつり出すわけじゃないけどちょっと丈の短いピタッとした半袖 T シャツとかちょっと最近ね寒くなってきたからあれなんですけど <laughs> そんな感じかなはいです、はい、じゃあ続いて、えー、藤枝さんから頂きましたありがとうございます、えー、これを読まれてる頃には「鬼滅の刃」の映画を見ていると思うけど 見ました見ました <laughs> はるちゃんが映画を見るときのお供は何かなやっぱりポップコーンはるちゃんスタイル知りたいな嬉しい知りたいって言ってくれてこれはポップコーンも捨てがたいキャラメル味のポップコーン大好きなんでポップコーンも捨てがたいんですけどはるちゃんはチュロスを食べます絶対にでこの間も 映画見に行った時鬼滅見に行った時チュロス食べました <laughs> 美味しかったあ、初見さんあーあさんありがとうございますなんで来てくれたんですか嬉しいこんばんは嬉しい初めましてありがとう,うチュロス食べますえ、なんかさチュロスってさチュリトスとかさ チュロスとかかかさ言い方なんか何個かあるよねどっちかいまだに分かってないんだけどまあいっか <laughs> かなどっちかかなポップコーンキャラメル味のポップコーンが食べたい時はもうそっちなんですけどもうどうしてもチュロスがいいって時はチュロス食べますはい <laughs> チュロスっていう選択肢しなかったうんそう 好きですねだから結構 UUSJ とか今言おうとしたユニバー <laughs> ユニバーに行く時もチュロス食べがちですはい <laughs> あなぎささん今回初めてお話し会とりました嬉しい初見さんありがとういつ待ってるよ楽しみにしてるチュロスって何チュロスってなんかドーナツみたいな感じでね棒で。 一本の長い棒なんですけど味的にはドーナツって感じかな間違ってるちょっと違うかも長いやつかっこ雑って書いてるけど結構アバウトな <laughs> 確かに間違ってないけどなはいかなはいじゃあ続いていきますえーマークさんからいただきましたありがとうございますえダンシングハイの はるちゃんの歌割り教えてほしいです。これはえっ、ー、とあれですね。恋なんかの3級に入ってるチーム n 曲ですよね。チーム n 曲みんな聞いてくれましたか？ダンシングハイミンね。これね。これの歌割りですね。歌割り。えっ、ー、とね。 だリラリダンから始まって <laughs>、だリラリダンで、なら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 なえっとね、二回目のラブのとこですよ <laughs>。一応五番手で歌わせてもらってるんですけど、そうありがたいですね。そんなそんなね高いところで歌わせてもろって本当にもうありがとうで皆さんのおかげです本当にありがたい本当に。 なな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 なんだっけ歌詞 <laughs> 最近ちょっと聞いてたす,すぎてあれなんですけど2回目のラブのとこですあっそうそうラブ誰と思うみっけんいっけんうんそこですそこですそこそこ <laughs> あとえっ、ー、とサビは 朝まで踊って踊って踊り明かしてのとことえ次がまあその他はオールで全員なんですけど2番は「見つめて火がつくと火せシックスパーク」のとこですねそこですそこです わーまでです <laughs> かるわかるかな伝わってるかなそこですね。で2番のサミはなんだっけあ記憶か記憶か空っぽのとこです。記憶が空っぽのとこ <laughs>。かな それぐらいですねはい不利はあるのないですね MV もなかったからね今回もまたねこんな感じです伝わったかな大丈夫かなまたちょっとあの歌いますね <laughs> また歌いますねはいとりあえずそこです <laughs> はいじゃあ続いて えー、かっちゃんさんから頂きましたありがとうございますこれは以前に出した教えてはるちゃんなんだけどその回答を自分は聞けていないんですよおそらくその時ショールームを見逃してるだから同じことを答えることになってしまう子もなんだけどはるちゃんがアラジンの魔法のランプを手に入れたとします3つの願いを叶えてもらいます,ん叶えてもらえますがはるちゃんなら何をお願いしますか これは4月25日にもらってる質問なんですけど一回前にもらってたやつかなその時にもらってたことは覚えてんねんけどはるかが当時何を何をお願いしたのかがちょっと覚えてなくてちょっと新しいはるちゃんでいいですかね更新ということで <laughs>。今のはるちゃんは3つ願いが叶うとしたら。 うーんまあとりあえずちょっとね寒くなってきたじゃないですか最近寒いので寒いの苦手なのであのずっと季節を春で止めていただけたら <laughs> なと思いますそれで一つ目 <laughs> これね何でも叶えたいことやから何でもいいの次はうん ちょっと急いでる時とかに瞬間移動これしたいしてみたい瞬間移動したいです3つ目はねちょっとねちょっとでもねお家にいる時間がね長いとちょっと安心するじゃないですか <laughs> 安心っていうか <laughs> ねっそうねそれです最後はうーん もう一人の自分が欲しいもう1人と言わずに何人か欲しいですねなんかこれをやってるはるちゃんだからアイドルとしてのはるちゃんで学校へ行くはるちゃんあとはあとは,あとは何だと思う <laughs> あとはうさしと遊んであげるはるちゃん あこれ前も言ってたこれはやっぱ叶えてほしいんですね絶対にこれで3人目でしょ自分はでもアイドルしてたいんですよね <laughs> 自分はアイドルしてたいからいいかうんこれですね3人ぐらい3人じゃないわあと2人ぐらいはるちゃんが欲しいです料理ができるはるちゃん欲しいそっかまあね いつか叶うといいですね。<laughs> 手の癖強い、強かった。え、何してた。めっちゃ無意識に手が出てました。今。<laughs> いっぱい春ちゃんですよ。皆さん。<laughs> 多分ママからはいらんって言われると思う。 はるちゃんだけでユニットくもはめっちゃおもろい、もはや一人でよけ、よ、よ、よ、言うんじゃないですか。<laughs> それは。もうだって歌声もダンスもはるかってことやろ、もはや顔までもはるかってことやろ。もう一人でええやん。一 <laughs> 人でええやん。だめ。<laughs> はるかもうティはやばいな。 なるか48人もおったらもうそれはそれでなんか大変そう <laughs> 自分でも大変そうですよ <laughs> 面白いはいじゃあ続いてこれが今日ラストです、えー、山口ライ雷雷亭さんからいただきましたありがとうございますえのきとまつたけどちらが好きですか これは,はるかねあんま食べたことない食べたことないは嘘ついた嘘今の嘘です <laughs> なん食べたことあんねんけど何回かしか食べたことないんだなたぶんマツはるかはエリンギが好きです <laughs> エリンギが好きエリンギです <laughs> ここにないけど <laughs> まさかのまさかの登場ですあ絵の木は半日ああれかあれねすき焼きとかに入ってるやつかな <laughs> エリンギかーい <laughs> エリンギかーいってなりましたけどはいエリンギが好きです <laughs> まさかのね まさかのそこに行っちゃいましたエリンギバターえめっちゃわかる大好きわかる美味しいよねめっちゃ嬉しいもん夜ご飯に出てきたとき初めましてこんばんはしんちゃんさん嬉しい初めましてなんで来てくれたんですかありがとうこんばんばは。 エリンギもエノキも好き確かにえのきも美味しいなでもちょっとエリンギには勝たんですねまさかのまさかちょっと変化球できましたねきのこ類全般全般好きあー確かにきのこ確かに全体的に美味しいよねなめこのお味噌汁とか好き結構何でも好きかもね <laughs> はいということで皆さんはい教えてはるちゃん本日11月18日分までいきましたありがとうございますたくさんね質問してくださって本当に嬉しいですそんなね知って何なんなんて言うのはるかのこと知りたいと思ってもらえることがすごく嬉しいですありがとう <laughs> しいたけが好きです しいた、ね、けもいいですねなかなかこんなね <laughs> キノコで何が好きかみたいな話ならんもんな <laughs> ここでしかね知れないこと結構あると思うのでね <laughs> ぜひぜひなんかあの皆さんが気になる質問があれば是非是非んか細かいことから大まかなことでも。 おお待ちしておりますハまだ,まだ続く <laughs> そうですよラスボスのねママがいますから <laughs> ラスボスとか言ってママさんがいますからねもうもはやはるかよりはるかのことを知ってるんじゃないかレベルな <laughs> 手ごわい強敵いますのでね皆さん。<laughs> はるちゃんレベルが上がりましたおお嬉しいもっともっとねあげてもう完全体になってください <laughs> 完全体にね憧れのはるかマスター近づいてるで <laughs> 近づいてるよ笑顔がとっても可愛いねって嬉しいありがとう嬉しいな初めてさ見に来てくださったのにわざわざコメントめっちゃ嬉しい ありがとう <laughs> ママさんには一生懸命嘘。でもママさんあれですよこの間のかぼちゃの煮物が好きなの知らんかったで <laughs> かぼちゃ料理でかぼちゃの煮物が好きっていうのんかまだ分からへんで知ってると見せかけてもしかしたら知らんことあるかも <laughs> セルみたいな感じで。懐かしいドラゴンボール <laughs> 懐かしいな。めっちゃ好きで見てたちっちゃい時 <laughs> 見てました。ふわりんいるよ。嘘ふわちゃんいるのえー、恥ずかしい <laughs>。 ありがとう嬉しい来てくれたのドラゴンボール」知ってる世代なのえ知ってるよもちろんなんかねちっちゃい時にちっちゃい時って言っても小学生とかかな小学生ぐらいの時とかあの朝やっててテレビで見てた <laughs> めっちゃ好きやって行く準備しながら絶対見るんですよ <laughs> でも時々「ドラゴンボール」に気がもう入り込んでしまって行く準備するの忘れてて <laughs> めっちゃ急いだりする記憶があります <laughs> ちょっとねポンコツでした <laughs> ポンコツでしたよ「ドラゴンボール」結構好き。 ちゃんギフト投げてる嘘 <laughs> ええー、そんなことしてくれてるのえー、かわいいこないだねジャンレディでね一緒にお仕事したもんね可愛 <laughs> かわいかったうんーマジで すごいなドラゴンボールっっていが少年時代に始まった、ね、えすごいよななんか「ドラゴンボール」に限らずさ結構なんかいろんななんていうのアニメだったりさそういうのって結構なんかずっと続いたりするやんすごくない本当にすごいなんかそんなね存在になりたいと思うもん。 自分が <laughs> 難しいけど難しいことなんですけどなんか自分がそういう存在になりたいなぁとか思っちゃう <laughs> 思っちゃううんうんうんってうんてん なれるように頑張る <laughs> 頑張るワンピース世代あワンピースもね時々見てたないつかははるちゃんも語られるようになるよね <laughs> そんなそんな大物になれますかね大丈夫かな <laughs> それは結構すごい。 困難な道のりですよ <laughs> こんなんですよクレヨンしんちゃんもにああ確かにドラえもんとかももやもんね今なんて言った <laughs> ドラえもんとかもやもんね喋 <laughs> れてないじゃんやばいやん いつもお部屋綺麗やね嬉しいありがとうちょっとねやっぱこうやってさ配信でねお見せするからね一応頑張ってますよ綺麗に保つように <laughs> 一応ここだけここだけね <laughs> すでに大物感出てますけど嘘全然小物ですから <laughs> これこの間も何か言ったな小,小物ですって小物ですよ <laughs> めちゃんこの小物ですあもう50分や早いということではるかルーム恒例じゃじゃーん1位の方とラッキーさんにはるかから感謝の気持ちをプレゼントということではい私から言葉のプレゼントをさせていただきますこれマイ配信 終わりにねしてますのではいしますよフェアリーズ好きですおいっしやフェアリーズ <laughs> 伊藤まむかさん氏です私は <laughs> バレエしてますか最近はしてないけど11年間ずっとやってました <laughs> はいということでランキングをね早速読ませていただきますいきます13位やあくりさんありがとうございます 12ひろぞうさんありがとうございます。11位マッツンありがとうございます。10新しんさんありがとうございます。9位フレンドちゃんありがとうございます。8位ムラッチさんありがとうございます。7位シムさんありがとうございます。6位ゴッチンさんありがとうございます。5位だいちゃんありがとうございます。4位スノーマンさんありがとうございます。3位みかたちょうありがとうございます。 2位とくちゃんありがとうございますそして1位が末広さんですありがとうございますということで本日のラッキーさんはこの方ででーんおっ13位やーくにさんいますか13 13 13 13 <laughs> はるかが勝手にラッキーナンバーだと思ってるさんがついてますね今日いやあくりさんいるかないたかな見逃してる出る確率が少し少し高いと噂そんなことないよ見てみ <laughs> 見てみちょっとあるから全部あ落ちちゃった見てみほら不正はしてません <laughs> あいた一番でおけまる少々お待ちよう少々お待ちよう 本当にさ書きながらしゃべるの苦手すぎてこの間のさサイン会もすっごいこう緊張しました久々だったし <laughs> めっちゃ緊張したはいということで今日ラッキーさんヤークリさんでーすおめでとうございますじゃあね1番というねリクエストいただいたので1番言わせてもらいますいきますヤークリさん 早く会いたいな会えたらこれを一番に言うって決めてるねんやくさん大好きやでありがとうございますおめでとう <laughs> ありがとうこちらこそありがとう最後まで見てくださってありがとうございますそして今日一位の末広さん ますか？あいた。何番 <laughs> にしますか？<laughs> 一時期三番が多かった。やっぱ春さんがあれなんですかね？ラッキーナンバーみたいな感じなんですかね？バイマ会いたいな。春かも会いたいよ。会いたい。会いたさまじましです。ねえそんなに優しくされちゃ。 嫌いになんかなれない二番おけまるおけまるですひそびそかも二番行きます行きますよ行 <laughs>、うん、きます <laughs> なんか言うねんって感じはい七ふにば楽しかったな末広さん次はどこ連れてってくれんの はい、ありがとうございますありがとう BGM みんなねみんな楽しみにしてるかなとちょっとちょっと思いまして <laughs> 最新シングルですか最新シングル歌いましたよまたねカラオケ配信もしたいなと思ってるんですよどんなのが聞きたいですかちょっとこれがねなんか分かんなかった 可愛い系がいいのかかっこいい系がいいのかもうそんなんもごちゃ混ぜにして欲しいのか <laughs> なんか皆さん聞きたいのとかあるのかなーとか思って分かってるねって分かってたやっぱね皆さんのことは分かってますよ <laughs> 分かってますよいろいろ聞きたいあかっこいい曲あでもやっぱいろいろね いろんな意見あるもんな。可愛い,い系かっこいい系。ぼこちゃ混ぜですね。<laughs> 早かったわ。すぐ決まっちゃって、ごちゃ混ぜでした。期 <laughs> 間でもわかるやろうレベルでの。ことですね。ごめんなさいね。オネストマン、オネストマンいいな。オネストオネストマンさ、今だから言えるけどさ。 多分研究生公演始まるまで <laughs> 夢は逃げない公演始まる前までほとんどのメンバーが苦手やったんですよはるかも苦手やって <laughs> 全然みんな覚えられへんくてオネストマンめっちゃ怒られた記憶があるただ オネストマンを歌ってくうちにめっちゃ可愛い歌詞と曲調やなって思うようになったしファンの方がねやっぱ一番盛り上がってくださるんですよねめちゃめちゃすごかったもんねやっぱ「頭3曲」の3曲目だったんですけどねみんなめっちゃ声出してくれてそれがめちゃめちゃ嬉しくて楽しくてあ踊りたいね <laughs> 難しいのその時の自分たちからしたら難しかったなんか覚えにくかったななんでかわからないけどあと従順の「スレーブ」もね覚えにくかったでも大好き「スレーブ」はもう初めて曲聴いた時から好きやったオネストマンいいよねーいいですよねじゃあまたちょっとカラオケ配信もねします待っててくださいね <laughs> そそうそういつもちょっと忘れちゃうんですけど、えー、今日スペシャルギフトをくださった大阪の渋谷は渚真さん村っちさんてるちんさんそしてフレンドちゃんそして大ちゃん三方町よすさんしむさんまっつん。マ ほんまふわちゃんふんわちゃん見てるかなまだありがとうだるま投げてくれてそんなひろぞうさんカフェオレさん風船ウサギさんホリーさんゴッチンさんしんちさん やーくりさんかな呼ばれてなんか呼ばれてない方い,い,いるよね多分これなんか表示されないのなんでなんだろうごめんね呼ばれてない方もありがとうございます本当にうわちゃんびっくりした <laughs> まさかのギフトまでありがとうかわいいことありがとうございます お時間あと1分ですね。皆さん、今日は本当にありがとうございます。今日うもですね、ありがとう。最後まで見てくださってる皆さん、本当にありがとうございます。またね、ショールームとか、インスタライブの方が結構ね、基本的に時間的にね、やりやすいので多いんですけど、もしお時間あえば、ぜひぜひ皆さん来てください。またカラオケ配信もするね、ショールームできるとき。ありがとう。 ちょっとはるかはこれからダッシュでブログ書いてきます。まだ今日かけてないので頑張ってきます。<laughs> 本当に皆さんありがとうございました。元気出たはるかもめっちゃ元気出た。明日から頑張れる。<laughs> 本当にありがとうございました。皆さん体調には気をつけようね、一緒に。ありがとう。ラブー。またねー。